肖像なにー・エリザベト・スティル・マッキニーは、フィンランドのガラス工芸家。同国の芸術産業の黄金時代と言われる1950年代、スティルは、デザイン界の偉人の一人に数えられた。アートデザイン中央学院に進んで1949年に、卒業、学位は、メタルアートを専攻。同じ年、リーヒマキガラスの北欧デザインコンペで優勝し、雇われて、 工場で働き始める。この会社で制作したデザインがスティルの代表作となった。工場では美をめでる製品と実用品の両方の衣装を担当した。1970年代に同社は手拭きガラスから生産自動化に移行するとスティルは新作デザインの提供をやめている。1958年にアメリカ国籍のジョージ・マッキニーと結婚。 翌1959年、ブルッセルに移転すると、ベルギーでも芸術家のキャリアを続け、手吹きガラスを生産するローゼンタール向けにデザインした。工業デザイナーとしてのキャリアは、宝飾品からフライパンまで、ほとんどすべての分野で製品をデザインしている。トルーマリンと名付けた代表作は1956年パリ開催の展覧会の出展作で、スキルが思い描いた。 クリスタルガラスの特徴を表している。代表作には、前色のリーヒマキガラス用に設計した、ガラスシリーズの内ハーレクイン、フリンダリ、グラポニアがあり、ご半生、ローゼンタールで計画された1990年代の作品から、例えば、サモアシリーズの花瓶が現れる。芸術活動に対して贈られるフィンランド自治勲章プロフィンランド賞を授かる。ありがとうございます。